残ってる社員もすごく期待してると思いますので、まあ、頑張って復興に努めて、やっぱりやってよかったなと思えるような、まあ、業績を残せるよう頑張っていきたいと思います。でもまだまだやっぱり通過点ですし、これから半年以上自分たちの工場がないという状況は変わらないので、その他の人は会社をつなげるようにしなきゃいけないですし、工場がしできた暁にはやっぱスタートダッシュできるような準備っていうのもそれからやっぱ真剣でやんなきゃいけないので、まあまだまだこれからですけど、とりあえず大きな通過点を上げすぎることができたのは嬉しいです。まあ、まずはうちの会社やっぱそんな大きくない会社ですけど、まあ、それでもやっぱちょっとでもやっぱ雇用を生んで市に税金を納めるっていうところで少しずつ貢献できたかなと。そうですね、三郷町になった理由っていうのは、まあ、やっぱり震災当初、震災のあった場所に工場っていうのはありえないだろうっていう、で社員にもみんなやり直すんだけど魚町でやり直した場合皆さんどうですかっていう時に、やはり震災当初はみんなもうとてもじゃないけど津波のある場所っていうのはやっぱりね、なんかやっぱり気持ちが良くないねっていうことで、それでもううちは即津波の来ない場所ということで何か所か、ずっとこう考えてましてね、でちょうどここが見つかったので、まずここに建てようと。ただやっぱり全部をなかなか持ってこれないっていうところでは、まあ、ちょっと悩みましたけどね。最後の段階で魚町にも一部としても残さないといけないけど、おいどうすると、もしも嫌だったらそれをもう事業としてやめるしかないと、まあ、そこまで判断するときに迷いましたけどね。でもまあ社員が一部がいや、 やっぱりもうそうであれば一時処理っていうか、まあ、前段はどうしても前の工場っていうのも必要だろうということで、まあ、やると向こうでもやりましょうということだったんでね、まあ、じゃあそういうことで、まあ、2カ所ということになったんですが、まあ、とりあえず工場は震災以前と同じように動いてくれればね、とりあえずはまあそれで、いいんじゃないかと、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。